五感、そして脳から神経を通って体に伝わるまでには時間がかかるんですよ。体のあらゆるところが勝手に判断して行動できるようになればいいんですが、克服できればどんな危機も回避することができるんですね。もしかしたら土星さんに通